野菜のトマト煮込みチャンボッタを作っていきます。皆さんがね好きな野菜を入れて作られてもすごい美味しい料理になりますんでね、いろいろちょっと試していただきたいと思います。鍋の方にオリーブオイル入れます。ある程度ですね、ちょっと多めな感じで入れてもらって構わないです。そこに、ニンニクですね、ニンニクを入れて中火にかけます。オリーブオイルにですね、ニンニクの香りを十分に出してください。ふつふつと泡が出始めたら少し火を落として、火があまり強すぎるとニンニクにすぐ火が入ってしまって、焦げ臭がオリーブオイルの中に移ってしまいますので、ここは慌てずにじっくりきつね色に、ね、なるまで待ってくださいね。このくらい色がつきましたら火を消してからホール缶を投入です。こちらのね量もですね、トマトソースがすごい好きでいろんな用途に使いたいんであればホール缶ある程度いっぱい入れてください。でも前菜だけで食べるんであればこのくらいですね。このくらい入れたら今度は強火ですね。で最初一つまみですね、塩を入れてください。沸いてきたら中火にします。で塩を全体に広げて一回味を見てください。これでもまだ決まってません。なのでここでもう一つかみ、三つかみ、このぐらいですね。ここのベースのトマトソースは後で野菜素揚げにした後塩は打たないので、少し塩分が強いトマトソースを作ります。濃度的にもこのくらいです。このくらいを目指してください。こちらがですねベースのトマトソースの完成になります。はい、パプリカですね、野菜のパプリカ、こちら半分にしていただいてこの状態ですね。あとは手の中で種を取ってってください。パプリカ半分に切ったらさらに半分に切ります。そこから一口大に乱切りにしてってください。こういう形ですね。からナス、上のヘタを取って、でこちらもですね自分の食べやすい大きさに切ってってください。じゃがいもも一口大ですね、全部大きさは揃えた感じでこのように切っていただけると揚がりやすいと思います。はい、では野菜を揚げていきます。硬いものからね揚げていきますので、まずはじゃがいもからいきます。180度ですね。今回ねこういうふうに揚げてるんですけど、もちろん揚げていくんではなくソテーして作っていっても OK なので、いろいろ試して作ってみてください。一番まあポイントとしてはですね、生っぽく仕上がるのが一番ダメなんで、よく揚げてください。もちろんその日に食べていただいてもいいんですけど、本当冷蔵庫でね1週間ぐらい持つ前菜になりますんで、冷たく召し上がってください。これ冷やすと塩分がねちょっと物足りなく感じるんで、トマトソースは強めに塩を打ってるんです。このくらいですね。じゃがいもに結構色もついてきました。だいたい揚げる時間で言えばまあ5分ぐらいですかね。よく油をですねこの時点でよく切ってください。そしたらこちら投入ですね。であったかいうちに全体をですねなじませて、じゃがいもは一度終わります。で次は、パプリカですね。パプリカはねじゃがいもより火が早く通りますので、ちょっとですね周りがシュワシュワっとなってくる状態、そうですねこのくらいですね。3分ぐらいしましたら、よくこちらもですね油切ってください。でこちらも、野菜を入れましたらまた軽く混ぜてくださいね。はい、最後ナスになります。こちらも3分ぐらいでまた最後これよく油切ってください。全体に
トマトのソースを絡めて、あとはこのまま放っておくと味が馴染んでいきますので、この状態ね1時間ぐらい放置していただければもういい具合で食べれる状態になりますので、野菜のトマト煮込みチャンボッタできました。この料理はですね、たくさん作れば作るほど美味しい前菜になります。日持ちもねしますのでね、ぜひたくさんね作ってみてください。